アイロ A200 アイロ A200 はヨーロッパツーリング機選手権大会のチャレンジ1934向けに特別に設計製造されたチェコスロバキアの4座の低翼単用スポーツ機である大会でヤン・アンブローズが操縦する A200 は1位と2位を獲得したポーランドの RWD-9 とドイツのフィーゼラーファイ97の前に4位に終わりボイ着・ャク・ジョチが操縦する もう一機の A200 は34機中の14位であった。これらの機体の登録番号は、OKAMA と OKAMB であった。技術評価部門で A200 は大会参加機中4位を獲得し、74.5から77.6メートルの記録で 8M 超えの短距離離陸部門で最優秀の成績を収めたが、8M 超えからの着陸では118メートルを要した。 A200 は、ハリセンで指示された、低翼単用の混合構造の機体で、楕円断面の胴体は、金属フレームを木とハフで覆っていた。後方折りたたみ式で、木製構造の長方形の主翼はハフで覆われ、全幅にわたる、全円スラットとフラップを備えていた。多分割式キャノピーに覆われたキャビンは、前席が、複式操縦装置を備えた並列に座で後部にもに、 座席を備えていた。機種には中カウリングに包まれた星型エンジンと固定ピッチの木製2枚ブレードのプロペラと通常のおそり式の固定膠着装置を備えていた。アエロ A200、ありがとうございます。